Give Love。はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日も気になる記事ありましたので、ご案内させていただきたいと思います。あ、63キロキープ中でーす。謎の報告。さあ、今日はね、こちら、未だに続いている問題だと思うんですけども、誹謗中傷、マジ余裕、フワちゃん、サブスク本音投稿が拡散批判される、誤解、という記事になります。芸能活動の一時休止を発表したフワちゃんね、活動休止してるみたいですね今ね。SNS 投稿を今でも続けていたかのような情報が拡散し、批判を相次ぐ事態となっているということなんですが、何が起きたかというと、とりあえず今ね、予選敗退です事件ありましたよね。あれ以来、まあ責任を取って、活動休止と今なっているわけなんですけれども、この、X の投稿は、まあ、11日が最後になってるんですけれども、ただあれって今ほら誰だっけ、今の社長イーロン・マスクさんでしたっけになってからちょっとシステムが変わりましたよね。サブスク、が加わって、有料会員が見れる、違う、すみません、ちょっとよくわからないけど、お金払った人が見れる投稿とかがあるみたいなんですよね。それに、追加でなんかコメントをされてるみたいなんですよ。それが、2つ投稿しているみたいですね。心配かけるから、ここのみんなにだけ言っておきます。不破は誹謗中傷、マジ余裕タイプの芸能人って書いてるのと、マジみんなごめんね、ほんと経緯マジ意味不明すぎて絶対世の中の人には通じないと思うけど、ここのみんななら想像つくと思う、あのラジオでやってるヤフコメ民のノリです、アホだよなと、いう、まあ、書き込みがされていたということで、まあ、となんかこう時と場合によってね、あ、なるほどって思うこともあれば、もう今ってこういう攻めた発言はもう絶対やめた方がいいと思う中で、まあこれは、まあ、本人にとっては多分マイナスになったんじゃないのかなと僕は思いましたね。まあ本人のメンタルが強いということはもう証明されたと思いますけども、ただ世の中的にはさらに怒りに火に油を注いだ感じになったと僕はまあ思っています。まあファンの心象としては必ずしも良くはない、サブスクといえどしばし沈黙を保った方がいいのではというのが芸能関係の解説と言われています。で、まあ確かにね、その今あれほら、なんだっけ、やらかし先生みたいな番組あるじゃないですか。一度失敗した人が、あれなんだっけ、やらかし先生でしたっけ、やらかし先生だよね、みたいにね、その舞い戻ってこれる可能性はあるのかもしれないけど、あ、しくじり先生だ、これ、やらかし先生、しくじり先生だ。ちょっとね、なんか、本当に最後まで表と裏が分からない人だったなっていうのが、まあ自分の、なんかまあ正直な、感想です。で、例えば昔で言うと、その尖ってた人たち、よくね、江頭2時50分さんとか、僕本当大好きだったんですけど、もう本当誰しもかしこも頭引っ叩いたりとか、引っ張ったく食らわしたりとかして、いや本当すごかったんですけど、出川さんもそうですよ、やっぱ尖ってたんですよね。それがまた面白くて、なんて言うんだろう、もう当然 先輩芸能人にめちゃくちゃ怒られるみたいなのが、まあ、まあ通例だったんですけど、後々分かった話なんですけど、誰だっけな、高橋英樹さんだったかな、が昔ね、初めて会った時に、
あの出川と申します、よろしくお願いしますみたいな感じで挨拶来て、あの番組中に失礼なことを言ってしまうかもしれませんが先に謝っておきます申し訳ありませんみたいなことを言った上で、まあやからそれはもうテレビ用だよという説明をした上でね、絡みまくったということが、まあ、昔あったらしくて、まあなんかそこあるとまあ信頼関係も当然できるのでね、まあ本当に怒るみたいにはならなかったでしょうし、江頭さんも一緒だったとまあ思います。まあなんかねすげえなと思ったのが、結構暴れてるじゃないですか、でもちゃんと始まる前はね入念なストレッチをされてるというね、プロ意識すごいなと。だからこそ今ねあの YouTube でものすごい再生数誇る、もう本当に神のような存在になってるのも、やっぱそのテレビにねの中で生きていくそのまあなんだろう姿勢が素晴らしかったからなのかなって、まあ、思うんですっていう中で、フワちゃんが、僕は全然知らないんですよ。フワちゃんって多分コロナになってから有名になった芸人。もう僕コロナになった頃にはほとんどテレビを見なくなってしまっているので、ね、もともと YouTube で人気が出て、テレビに入ってきたっていう感じ。だからもう、そのコロナの特需をめちゃめちゃ受けたタレントでもあるのかなとはまあ思うんですが、まあなんかよく聞く話だとサインとかも書いてくれないとか、いう話はよく聞きますね。まあそれももちろん何が本当かはわからないんですけども、まあ結論から言うと表も裏も尖りまくってた方だったのかなというのが、まあその最終的な、まあ、僕の見解というか、まあ印象かなというところですね。で、まあそのもちろんテレビから追放されてもう活躍してる人っているじゃないですか、宮迫さんとかもそうですし、僕ねすごい宮迫さんはテレビに戻りさそうな雰囲気を感じるんですけど、別に戻らなくてもね、あのなんだろう、せっかくこっちでうまくいったんだからこっちでずっと頑張ってほしいなって思う、要は実力は絶対あるはずなんですよ、面白いですもん。だからまあそういう道もまああるのかなというところでは、まあ完全に道が断たれたわけではないとは思うんですけど、ただやっぱりその世の中に対してのそのなんて言うんだろう、ちゃんと今の現状を受け止めた上でのメッセージはきちんとね残してから新しい道に進んでいくことができれば、まあ一矢報いることはできるのかなと思ったんですけど、やっぱりそのさっき言ったサブスクにしてもそうですけど、まあ一番いいのは書かないこと、頭にうわっときても止める、自分で止める気持ちっていうのがやっぱ改めて大事だなって、いや本当本当僕も気をつけないといけないなと思いました。もう勢いでねピッて書いちゃったりすることあるんですけど、やっぱダメだね。いやそれをやるかやらないかでね、そのほらこの前のあれでなんだっけ、あの男性の体臭に対して書いたのが最初は首ですからね。そう考えたらね、やっぱ一つ一つの発言言動っていうのは本当に大きく人生を左右するんだなと、思った今回の記事、改めて取り上げさせていただきました。よろしければコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。それでは失礼いたします。